本格的な夏到来を前に、豊岡市では出石焼の風鈴作りが最盛期を迎えています。柔らかく澄んだ音色が人気の出石焼の風鈴。透明感ある白さが特徴の出石焼は、国の伝統的工芸品に指定されていて、出石町内に4軒の窯元があります。こちらの窯元では、先月上旬から今シーズンの風鈴作りが始まり、今最盛期を迎えています。型に粘土を流し込んで作った風鈴の原型を素焼きにし、職人が若鮎やトンボ、水玉の絵を描いていきます。釉薬を塗って本焼きにすると、描かれた模様が浮かび上がるとともに、出石焼の特徴である白が際立ちます。また暑い夏がやってくるなということで、出石焼の風鈴の涼しい音色で少しでも涼を感じていただければというふうに思っております。出石焼の風鈴は7月上旬までにおよそ1000個作られる予定で、町内の土産物店のほか、ウェブサイトからも購入することができます。